よし、こんにちは、つつけんです。今日は10月の27日日曜日になります。現在の時刻10時41分です。今日はね、日曜日でお仕事だったんですけれども、まあお昼の時間ね、ちょっと時間が空いてるので、今日は135号線を、北に向かって伊東方面に向かってね、走っていきたいと思います。これから向かうのは伊東市にあります、アピタというねデパートメントストア行きたいと思うんですが、朝ねツイッター見てたら、伊豆の重鎮ヨッシー大先輩が、静岡のスーパーアイドル久保ひとみが一日店長ということでね、ゲストで来るという情報を出していただきまして、それを見つけた私はこれは行くしかない。静岡県民じゃない方にはね、何のことかさっぱりわからないと思うんですけれども、今ちょっとね久保ひとみで検索してみてください。まあ、とりあえずね、伊東方面に向かって行きたいと思います。でも空もちょっと晴れてきたね、だんだん明るくなってきた気がする。さあ、やっとここまで来ましたが、久保ちゃんトークショーまであと残り10分。意外と車がいたね、混んでる。ここは伊東切手の込みポイント吉田というところですが、すげえな、混んでるからね、もう知らないけどこっち道行っちゃおうかな。まあ、果たしてこの道で行けるかどうか分かりませんがね。やばい、もう始まってしまう。もう30分になってしまった。うわー、久保ちゃん、早く。思いがけず混んでいましたからね、ちょっと油断してたな。よし、もうそろそろ、お、着きますよ。駐輪場。え？ここでいいの？なんか、どっかで見たようなバイクがあるな。よし、到着。あ、こちゃんだ。こっちには、ノブちゃんが。すいません、あれ久保ちゃん見に来たらノブちゃんがいたっていうね。もう十分。いや、よかった、見れてよかったですね。いや、俺それよりも久保ちゃんよりもノブちゃんがいたことの方がね。この後俺、はい、トークなんですよ。え、どこ？トークなんですか？トークするんですよ。本当ですか？いやいや、どうもどうも。いや変なところで見られてしまいました。いや、まさかとは思いましたよ。まさかと思いましたけど、こんな店の前に堂々とバイク止めて経験できた。いい経験できましたね。いや、一目見れればいいと思ってきたんですけどね。そうですね、一目見たらお腹いっぱいになりました。奥と手前の人をどっちかがわからなかったっていう。Become one calling. Become one calling. あ、来た。あ、え？あ、来た来た来た。ちょっと待って。え？それ何？4ですよ。え、4なの？俺5持ってなかった。4ですよ、4。4なの？はい。6X 買った方がいいよ。6ですか？うん、十分じゃないですか、もう繋がれたから。まあね。やっぱね、はい、すげえスピーカーがさ、はい、結構音楽用なもんで、すげえ音がいい。いい男の声がする。あ、ってことで、久保ちゃんを見に来たら、ノブちゃん、ってことで。なんか恥ずかしいな。どういうことでしょうね、これ。まあ、ただのミーハーだったってことで。そうですね。そうなんですよ。つつけんと会うのも久しぶりですもんね。そうですか？そうでもなかったっけ？いつだっけかな？いつでしたっけ？前回会った。ライブですよ。あ、そうか。居酒屋ライブか。そうそう、居酒屋ライブで、ね、終わり。あ、そうだ。じゃあ、あれいつでしたっけ？もう1ヶ月ぐらい経った。あ、そうか。お、いいですね。俺の足付けこんなですよ、両足。俺でもこれでもつかないですよ、知ってました。え、嘘、だってそこ一番へこんでるところですよ。やばいな、足短いな。足短いですよ、ほんと。どこに行くんですか？え、Kですよね。ああ、そうか、言ってなかったですね。これはそのまま道なりで
見てられてください、はい、車を止めてください、はい、これからねお昼ご飯ちょうど12時半ということでお昼ご飯を食べに経営ダイナーさんの方へ行きたいと思いますが、さすがのノブ先輩は1キロメニューチャレンジするというそういうのやめてくださいよ、まあ男見せますか、うん、見せます、いやもういや見てる方がお腹いっぱいになるんでやめてください多分ね、クッペイさんだとひょっとしたら、はい、ガチの大食いいるかもしれない、はい、あそういえば日曜日なんか誰かすごい人が来るって言ったの今日じゃないのかな、あれ今日なのかな、いつだろう、あなんかあれですよね、うん、なんか伝説のなんとかさんって言ってましたよね、ツイートしてましたよね、はい、誰でしたっけ、ゴブリンさん、うなんか、うん、ゴブリンさんとかね、ゴロリンさんとかそんな名前言ってましたなんだっけあここに出るんですね、おお、これマスターのバイクですよね、そう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 、到着、お疲れ様です、経ダイナーさんに到着しましたが、はい、今満席ということで待ちです、やばいですね、大人気、さすが日曜日、この人来てんじゃない、あそれだこの人、この人なんだっけ、モニアン、モニアンさん、ゴブリンさんじゃなかった、ゴブリンさん、ゴブリンさん、ゴブリンって妖精だよね、あそうなんですか、確かうわすごい、ちゃっかっつり、うまそう、すごい、ちょっと入ってるじゃん、入れてくれましたよ、そうかも、いただきます、いただきます、わさびいいっすね、これさっぱりする、すごい、すごい、これなんだ、これそば、そば、これこのまま食べるんですか、よし、うん、美味しそうに食べるね、うん、どうすか、うまい、うまい、味ついてます、味ついてます、味ついてます、じゃあいただきます、はい、本当に河津まで行きますか、行こうか、おやる気っすね、じゃあ夕方まで暇なんだ、よいしょ、いやどうもありがとうございます、さあ、ま、どうも、いや食べたね、食った食ったもうだってジャケットが前が閉まんないですもんそんな食ってねえじゃねえかね年200g チャーシュー多く食べたくらいだもんだな、そうですね、もうでも水飲みすぎたかな、またあお腹がパンパンだ、後からあれだな、あのそうですね、後から来るパターンなんだよね、そうですよ、なんか当たってる、えなんかヘルメットなのがにじこくてほらそれですよ、私が嫌なのは何してもニンニクの匂いがねつきまとってくるからね、お風呂入って歯磨きしてもつきまとってきますからね、奥さんにもね、そうそうそう言われたりね、そうなんですよ、まあ俺奥さんいるからいいんだけどそういうのそういうのはいらねえそう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 そループ長から手がしまとって、はいはいはい、家から取って戻るパターンだから、じゃあやっぱコーヒー飲んでいきましょう4時半ぐらい、うん、だ5時前ぐらいに帰るんです、いやよし OK 大丈夫大丈夫ですよ、俺
2日目の前乗りの時俺、はい、泊まりに行くじゃなくて、うんうん、バイトに行こうかな俺何をしにバイトしに行くんですか。女風呂の掃除、女風呂の掃除母ちゃんとかしか入ってないですよ母ちゃん女のリスナーいなすぎだからそうそう母ちゃんぐらいですよ俺も伊藤から何人か連れてきた皆さんお誘い合わせの上回覧板とか回してください、ね、障害の草刈りスイーツそうそうそう12月1日だもんね。12月1日ですね、まあ、なかなかあれですけどね、師走の月始めで、うん、そうだね、みんな忙しいかもしれないですけど、まあ、まだね始めだから、うん、始めだからね、うん、よくさ、モトブログやってる人が一回ここでカメラ止めますって止めるじゃん、はい、その瞬間になんかすごい出来事が起こる可能性もあるわけじゃない。ありますありますあります。で、中森明菜と会うかもしれないしね中森明菜と工藤静香と会うかもしれないしね。あ、そう、いや、まあそうですよ。あとせっちゃんと会うかもしれないしね。せっちゃん、せっちゃんねまた焦っときました今。またせっちゃんからあれ早くコラボレーションしましょうよ。お前それ絶対使えよこれ来るな。はい、せっちゃんです。せっちゃんかわいい。じゃあもし今前からせっちゃん来たらどうします。追いかけます。追いかけて写真撮って、うん、パッともらって、はい、また新しいでも前回来たからな、伊豆高原まで来たからな。ああ、桜の時でしたっけ。桜って一番最初の動画じゃないの。そうですよね、うんうん、この投稿どこまで使うか楽しみ多分ね、伊藤ネタぐらいで終わりですよもう締めですよ、締めはい、行きまーす。はい、気づいよとか。え？いや、今日も楽しい楽しいツーリングでしたがそろそろお時間もよろしいようで。よろしいようで。まとめに入りますか。そうですね笑ってるけどいや、まあ今日はね、久保ちゃんを見に行ったらのぶちゃんに会ってで K ダイナーさんでラーメンを食べて、そしてそこでモニヤンさんとお会いして、うん、でアイラネに行ってという一日となりましたが、いや楽しかったですね。楽しかった、ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。本当にいろいろなお話をね、よろしくお願いします。はい、お願いしますそれではつつけんでした。じゃあね、さよなら、さよなら。